脳表面にある凹凸のうち、王の部分のことを濃厚という。グレーの解剖学図七百726、左大脳半球の外側面を横から見た図。グレーの解剖学図七百727、左大脳半球の内側面濃厚は、神経解剖学用語で、脳の表面にある溝、いわゆる脳のシワに当たる部分である。脳厚は、脳界を取り囲むように存在し、 人や他の哺乳類の脳の特徴的な外見を形作っている。脳甲のうち特に深いものは脳列と呼ばれる。二つの大脳半球を分ける巨大な溝は大脳従列と呼ばれるが通常大脳従列は脳厚とは呼ばれない。脳甲のパターンは人によって異なる。この個人差を最も詳細に外観したのはおそらくオノラによる アトラス・オブ・ザ・セレブラル・サルシーであろう。しかし、大きな濃厚の一部は、ほとんどの個人間で共通して見られる。したがって、濃厚の命名が可能となる。様々な動物種での濃厚の違いは、動物の大脳の大きさよりも、その体の大きさに関係している。つまり、より大きい動物ほど濃厚が多い。L、アージ・ローダンツ・サッチアズ・ビーバース・アンド・キャプバラス。 ハブメニーモアサルシーザンスモラーローダンツ、サッチアズラッツアンドマイス、バットオルソーモアフィシャースザンスモラーモンキーズ、ビーバーやカピバラのような大きいネズミ目の動物は、ラットやネズミのような小さいネズミ目の動物や小さい猿よりも多くの濃厚を持つ。マカクザルの濃厚のパターンはよりシンプルである。ボーニ人との論文では、以下の主要な濃厚が列挙されている。 オノ、キュービック、アバーネイズ、アトラスオブザ・セレブラル・サルシー、ティーム・メディカル・プブリシャース、1990、ISBN0 から865773629、ISBN3 から13から732101から、8、マーチン・アイ・セレーノ、ロジャー・ビー・エイチ・ートル、フロム・モンキーズ・ツー・ヒューマンズ、ホワット・ドゥ・ウィ・ナウ・ノー・アバウト・ブレーン・ハマ・ラジス、カレント・オピニオン・イン・ロバイ・ラジー15、 135から144、ゲアハート、フォンボニン、パーシバルベリー、ザ・ニオコーテックス・オブ・マカク・マラタ、ザ・ユニバーシティ・オブ・イリノイ・プレス、アーバナ、イリノイ、1947フリーソフト。ありがとうございます。